子供の前でボケてますかはいどうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターオカっチです。親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います。今日のテーマは学力よりも大事なこと。非認知能力を高める親の関わり方21選。 ですということでね、えーっとまあ、僕のど真ん中のテーマですね、まあ、基本的に僕が話せるテーマしか、あのー、YouTube では上げてないんですけども、まあ、ど真ん中中のど真ん中ですよね。 えー、なぜなら僕は、非認知能力を高める学校を和歌山でやってるんですよ。学校というか、学習塾というか、まあ教室というか、なんというかわかんないですけども、まあ子供向けにはバスケットボール教室、ダンス教室やったり、みんなで映画を作ろうっていうそういう探求型の教室をやったりとかね、しながら考える力とか、対話する力とか、ね、自分が失敗した時にその失敗からどう乗り越えていくのか、やり抜く力であったり、回復力であったり、まあそのようなね、えー、生きる力、いわゆる非認知能力を高める活動をやっているし、 大人向けにも、まあ、非認知能力というのを呼び名を変えて、ライフスキルということでね。自分で自分を幸せにする技術ということで、自分が納得できる生き方、そして子育てを作っていこうぜって、いこうぜと <laughs> いうことでね。あの、こう YouTube 撮ったり、えー、ボイシーで話したり、インスタグラムをやってるということでね。まさに僕はね、親も子も非認知能力が高まればええのにと思ってるんですよ。 うん、非認知能力ってすごく大事だからね、まあ。非認知能力っていうのはその人間の幸福度に大きく影響すると言われている能力なんですね。学力とか、ね、IQ とか、ね、そういうこと以上に子供の幸せに大きく影響している。それが非認知能力なんですよ。なので子供を幸せにしたいなら、 非認知能力を高める教育をしてあげること。非認知能力を高めてあげる関わりをしていくことがすごく大事なんですね。という中で今日はまさに、えー、子供の非認知能力を高めるためにどのように関わったらいいのかというところをね、解説していきたいと思います、えー。基本的に僕が実際にそのスクールの中でね、子供とやってる方法というか、僕はこういうことを意識してるねっていうところ、やったりこういう関わりしてるぜっていうところ、してるで、してるぜ、 うん、どっちでもいい。うん、してるぜっていうところをね、まあ、21個厳選して紹介させていただきたいと思います、えー。今日の配信聞いていただいたら、ご家庭の中でもね、あ、これ、 私にもできるわっていうところがね、一つか二つは見つかると思います。で、それを実践いただくことで、子供の自己肯定感であったり、子供の考える力であったり、対話する力、いわゆる社会で生きていくために必要な力を高めることができると思いますので、最後まで聞いてください。この番組では子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや、子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。 あと、公式 LINE のね、案内も概要欄に貼り付けてます。そこではね、えー、有料講座で話していることの講義26本を動画でプレゼントしてます。26本プレゼントです。これはまさにね、自分が心から納得できる生き方、そして子育てを作るということをね、コンセプトに作った動画ですので、ぜひそちらを受け取ってください。えー、概要欄にあります。ということでね。 やっていきましょうか。まずね、あの、21個紹介する前に、非認知能力って何なのかって3分ぐらいで紹介しますね、今からね。はい、黒豆ちゃんを飲んで。えー、非認知能力っていうのは、あの、あ、そもそも能力っていうのは、認知能力と非認知能力2種類あるよねって話ね。 で認知能力っていうのは学力で測れる力、えー。漢字どんだけ覚えてるかとか、英単語どんだけペラペラ話せるかとか、えー、足がどんだけ速いかとか、数値やスコアで測れる力ですね。主に学校で習うことです。これ認知能力ですで、えー。対して非認知能力っていうのはあんまりテストで測れない力。あんまりというかもう数値化できない力ですよ。あの自分をどれだけ信じてますか。これ何点ですかって言われても点数つけれないよね。 つけてもらったこともないよね。えー、失敗した時にのやり抜く力。失敗した時の立ち上がる力。これはあんまテストに出ないよね。そうなんですよ。あんまりテストに出ないことであったり、数値で測れない力。それが非認知能力ですね。例えば、自己肯定感であったり、コミュニケーション能力であったり、えー、目標を達成する能力であったり、回復力、レジリエンスって呼ばれているものであったり、やり抜く力であったり、まあ、ここら辺がね、非認知能力と呼ばれるものです。で、えー、近年の検査ではね、検査じゃない。 えー、報告、うん、データ、何でもいい、うん、そういう報告ではね、えー、とにかく非認知能力を高める教育をした軍の方がそうでないことを比べて将来の学歴とか年収とか幸福度が上がったって言われてるんですねで、えー、幼児期における非認知能力を高める教育をするとね、えー、将来の学力も上がるっていうんですよあそうなんですよ学校の成績も上がるんですよ そ,そうですよね。考えたらそうですよね。だってその、英語やってもね、えー、なんだろう、う国語をやっても、算数をやったとしてもね、自分で目標を作って、 で目標を決めた目標に対してしっかりコミットして練習していく、努力していく、勉強していく、で失敗したらそこで考えて何があかんかったんやろうって振り返りながらね次に生かしていく、そういう非認知能力があれば、それって英語だけじゃなくてダンスやってもバスケやっても何をやっても社会に出たとしてもねやっぱりあの生かすことができるでしょで、成長するスピードが速くなるんですよ、なので、えー、幼児期において非認知能力ってすごく大事だよねと。 その,その間にね、非、えー、日にち能力を高める教育をすれば、すればね、非日にち能力を高める関わり方をすればね、えー、将来の学,学,学力も上がっていくということでね、勉強しなさいっていうよりも、非日にち能力を高めてあげた方が早いんです。はい。という中でね、非、えー、日にち能力を育てる親の関わり方、えー、ご自宅で実践できることをね、紹介していきたいと思います。ちにちにってなってる。ちょっと待ってな。 はい、止めてきました。あのゆ、ゆうがちゃんのね、アラームでした。ご飯炊くって書いてた。<laughs> はい、ということでね、えー、気を取り直していきましょうか。非認知能力を育てる親の関わり方、21分の1。名前を読んで挨拶する。うーん、これどうですか名前を読んで挨拶してますたけし、おはよう。たかこちゃん、おやすみ。ね。えー、たくみ、いってらっしゃい。どうですか 名前を呼んで挨拶する。できてます僕ね、これかなり気をつけてやってますが。全員とやってます。例えばそれが100人おっても。100人おってもバスケ教室につい人100人おったこともありました。もちろん来る時間はみんなバラバラなんですけど、誰かが人入ってきたら、玄関に、玄関に行ってね、おー、ジンくんおはようとかね、レンくんどうしたーとか、あれんくんも来た、れんくんもおはようみたいな感じでね。名前を呼んで挨拶する。 ね、あなたはここにいていいんだよっていうことそれが挨拶じゃないですか存在承認これが挨拶なんですね挨拶をするということはあなたがここにいていいいていることを私は認めてるんだっていうサインなんですよなのでその存在承認にしっかり名前をつけてあげる名前をつけてあげるとレン君はねあ僕ここにいていいんだあジン君もねあ僕ここに来てあのみんなに歓迎されてるんだってなるわけじゃないですか はい、そういう意味で僕は全員の名前を呼んでます来た時もそうやし帰る時は、まあ、あのバラバラに帰る時もあるので自主練習する方もいればおかちがちょっとミーティングしてる最中にねしらっと帰る子もいるのでできてないこともありますけど少なくとも1日1回は名前を呼んで挨拶をしていますいかがでしょうか、えー、21分の2子供と話したことを覚えているこれねいやめちゃくちゃ大事にしてるよ うんあのー、だからもう最近はしないんですけどねもう最近覚えてるから昔は、えー、誰々君と何々を話したっていうことを覚えてるようにしてるね今週の土曜日何すんのって言って、ねえー、岐阜県のおじいちゃんち行くよって言ってあおじいちゃんしで何するのって言って,、えー、っておせち料理とか食べるあおせち料理食べるんやってそういう話をしましたとそれをノートに書くんですよ僕の場合はねノートに書いてまた次会った時にどうやったおせち料理うまかったって聞くんですよそうするとあ僕の話 覚えてくれている。僕のことに興味を持ってくれてるってなるわけでしょ嬉しいでしょ認めてもらえてるって感じになるわけじゃないですか。いわゆる承認。承認されてるっていう感覚を得られるわけでしょそれすごく大事なんですよ。 えー、自分が承認されてるっていう感覚ここがね自己肯定感の、えー、土台なんですね、えー、承認他者から受け入れられるということそういうことをそういうことを積み重ねることで自分で自分のことを認められるようになるということなんですねなので何もしてなかったとしても努力せずともその人の存在そのものを受け入れるということこれを僕はものすごく大事にしているそのために話した内容を覚えているしその話した内容について、えー、また次会った時にどうだったって聞くようにしてます で、何かあった時にね、えー、例えば、カレーライス好きな人って言って、あ、あ、たかしくんカレー好きなんやな、って言って、あ、そっかそっか、あ、違う、えっと、新しくね、新人さんが来ましたと、体験できた。何が好きって聞くじゃないですか。あ、カレー好きーって言うわけでしょ。あ、カレー好きーあ、じゃあ、たかこちゃんと一緒やな。前もたかこちゃんカレー好きって言ってたもんな、って言って、うんってなると、あ、 私のことを覚えてくれてるってなるわけでしょなるわけでしょ誰かと話していても、その共通点を見出していくためにこう使うっていうのも、ちょっとこうやってますね。そうすることで、バー全体のね、安心感とかが出てくるんですよ。たった一、一対一の会話の中で、ね、えー、前話したことを覚えてたら、その、その子をま、ま、ま、混ぜてね、話していくっていうのを、かなり使ってます。かなり使ってますね。はい。そうすることで、お互いに共通点が見つかれば、安心な空間っていうのも広がっていきます。 ですよね、安心感大事だよねはい非認知能力を育てる親の関わり方21分の3あーこれ一番大事や一番大事なこと3つ目に3つ目に書いているおかっちいや大事でしょ、ね、先生としてこうあるべきとか母親としてこう,いうこういうふうに言わなければいけないじゃなくて自分が本当に伝えたいことを言葉にする 思っっててもないことを言わないいこことと言わですよ、ねえー、本当は自分はここは OK だと思ってるんだけど周りのママの目が気になるからここはしっかりしつけとかなあかんのちゃうか厳しく言わなあかんのちゃうかって言って自分のためにも子供のためにはならないようなことを言ってしまうどうでしょうか僕はやめた方がいいと思います、ね、自分が正しいと思うこと自分が思ってることを言うシンプルじゃないですか そうすると、子供にも信用してもらえるわけでしょ思ってもいないことを言うと、子供が信用してくれなくなるわけじゃないですか。子供に信用してもらえなくなるわけでしょ信頼関係が築けなかったら、もうどうなります安心感がないから崩れていくんですよ。家が安心できる場所じゃないと、逃げ場がなくなるんですね。もちろん学校に居場所があったらいい。でも学校で何かトラブルがあって、問題があったらどう,どうですか家に居場所がない。子供の逃げ場がなくなる。ですよね。 安心感を育てるすすごく大事なんですねそのためには大事なことは思ってることを言う。思ってもいないことは言わない。うん。どう思います思ってることを言う。感じてることを言葉にする。もちろん相手のことも考えてよ。相手の気持ちも考えた上で思ってることを言うよ。 相手の気持ちも、自分の気持ちも大事にしたコミュニケーション。これアサーティブって言うんですけどね。こういうコミュニケーションもあります。あのー、興味ある方はね、おかちの YouTube 見てください。アサーティブで検索したら出てくると思います。ね。はい。次行きましょうか。21分の4。行動と発言を一致させる。まあ、同じようなことですね。ここもね。さっきは本当に思ってることを言うってことだけど、今度は、子供に言ってることと自分がやってることを一致させるってことですよ。これすごく大事だね。勉強大事、勉強大事って言ってて、 将,将来困るよ、将来困るよって言っといて、えじゃママやってないやんって。ママ将来困ってええのって言われたら何て言うんですかあ、ママもう大人やからいい。えそれって通用します通用します <laughs> 大人でも勉強必要ですよね。ねえ、分からないことがあったら調べることも大事だし、やりたいことがあったらそこに向けて知識、能力を身につけることも大事なことかなと思うんですね。大学を卒業したら勉強終わりではないと思うんですね。どうでしょうか 言ってることとやってることを一致させる。ここが僕は子育ての何て言うか土台の部分かなと思ってますもちろん子供にはこうしてほしいああしてほしい分かりますじゃあ自分はどうなんですかってことですね耳が痛い話かもしれないですけどものすごく大事なことだから言ってますそうしないと先ほどお伝えした通り子供に信用してもらえなくなります 信頼関係が築けなかったら、話すこともないし、ね、悩みも相談してくれないし、中学生、高校生になった時に、ね、関係がどん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 悪化していきます。なので、ちっちゃいうちに、小学生のうちから、ね、本当に思ってることを伝えでもそうだし、自分の言ってることと行動をできる限り小さくする100。100%無理です。できる限りですで。今できなくてもいい。そっちに向かって動いているでもいいです。 動いいいてるでもいいんでもんすよ大事って言うんだったら自分が勉強するのはどうでしょうか。大事って言ってるんだったら自分が本を読むのはどうでしょうか。ね、約束を守る。言うこと聞きなさい。言うこと聞いてほしいんだったら自分も子供との約束を守る。どうでしょうか。あとでね。また今度ね。そのまた今度は実現してますか。言ってることとやってることを一致させる。これが非認知能力を育てる鍵なんですね。はい。ここが鍵なんですよ。もっと言えば。 自分の生き方を一致させる。これは21分の5何のためにを伝える目的ですねあれやりなさいこれやりなさい片付けなさいお風呂入りなさいベッド、えー、寝なさいとかねそういう何をやるかって指示とか命令とか具体的なことを提案する分かりやすいんですよそうすればそっちに向かって動いてくれるわけじゃないですか、ねえー、ここのゴミを捨てなさいって言ったらゴミ捨てるわけでしょ分かりやすいんですよ すすぐ行動しししててくれるから指示してしまうんですよ、ね、だけどそういう風に指示,指示ばっかりして指示,指示中心に子供を動かしていると指示がないと動けなくなるんですよ自分でこの場で何が必要なのか周り,の目周りを観察してこれが必要だと思うこと自分で考えてやるってことができなくなってくるんですねで、しなんかあれやりなさいっていうのが終わりましたじゃあ次何やるんですかじゃあこれやりなさいこれやりなさい終わったじゃあ次どれやるんですかじゃあそれやりなさいじゃそれやりなさい終わりました次 どれやるんですか永遠に指示出しが終わらないですよ。こうなると、ますます子育てがしんどくなります。あれやりなさい、これやりなさい,なさいって、ずっと子供のそばで言い続けなあかんから。<え>子供の生きる力、考える力を高めるためにも、何のためにそれを伝えやるのかってことを伝える。むしろ、何のためにしか伝えない。これでもいいかもしれない。ね。何のためにしか伝えない。ね 目的だけ伝えて、手段は、やり方は子供に任せるっていうアイデアもいいよね。部屋がきれいになった方が、部屋,に部屋をきれいにすることで、勉強に集中できるよねって言って、じゃあどうやったらきれいになるかなってなって、やり方は子供に考えてもらう、ね。ここのゴミを捨てなさい、これ、手段じゃないですか、ね。目的だけ伝えて、手段は子供に考えさせる。 そうすれば考える余地ができて考えたことを行動できる。で、自分が考えたことだからそこにコミットしやすいんですよ。誰かに言われたことより自分で考えて決めたことの方がやる気も上がるし、それで自分事と,として捉えやすいんですね。なので、目的をしっかり伝えましょう。なんでそれが必要なのか。それをやると、もっと言えば、どんなベネフィットがあるのかも伝える。子供にとってどんないいことがあるのかってことを伝えるんですよ。目的プラスね。 それは親にとってこれをやってほしいのわかります。じゃあそれをやると子供にとってどんないいことがあるんですか本を読むとどんないいことがあるんですか、ね、片付けをするとどんな子供にとっていいことがあるのかそれを伝えて子供がうんうんってなったら納得するわけじゃないですか。そっちに向かって動き出すわけでしょ。子供にとってのいいことを提案しましょうってことですね。どうでしょうかはい。ただ全部が全部子供じゃないですよ。もちろん私には私の気持ちがあるから。私の気持ちも大事にしながら 子供の気持ちも尊重して、本当に思っていることを伝える。これアサーティブですね。おかちの動画検索してくださいね。再生リストのどっかにあります。アサーティブって、再生リストっていうか動画リストにね、検索窓あるやん。あそこにアサーティブって出たら出てくると思います。4つぐらい出てくるんじゃないですかね。はい、えー、次行きましょうか。非認知能力を育てる親の関わり方21分の6。子供のやりたくない を尊重する。うん、まあ、これ、やりたくないっていう気持ちだけじゃなくて、いわゆる、あの、ネガティブな感情です。ね。イライラしてるであったり、ね。もう、泣きたくなる感情であったりね。なんかこう、一見親からしたら、もうそこに向き合うのがもう、めんどくさいっていうような感情ですよ。ね。そういうことあるわけじゃないですか。そんなことでイライラしないとか、そんなことで泣かないでとか、わがまま言わないで我慢しなさいっていうような感情を大事にするってことですよ。これ、難しいよね。難しいよね。 だってそこに構うと、なんか、あの、時間も取られるし、エネルギーも食らうわけでしょだからもう、泣きやめなさいとか、男の子でしょとね、そういうふうに言いたくなる気持ちはわかるんだけど、そういうようなね、ネガティブな、いわゆる一般的に言うネガティブなね、本当はネガティブとはポジティブとかないんだけどね、そういう感情を大事にするということ。で、これっていうのはすごく意味があって、 感じたまま感じていいんだっていうメッセージを伝えることって、今のこの時期、まあ、特に幼少期ですね。今のこの時期って言ったらお子さんね、それぞれ違うから、なんなんですけど、特に幼少期、まあ、0から9歳ぐらいまでの間,に間でめちゃくちゃ大事なことだと思うんですね。自分が感じたまま感じていいんだと。この感情をそのまま感じていいんだってこと。ね、感じたまま感じてはいけない。これ自己否定なんですよ。<laughs> 感情っていうのは自分そのものでしょそのままを否定するというのは自己肯定感を育たないですね。 そそうそうなので、感じたまま感じていいということをちゃんと伝えてあげること、そのために子どものネガティブ、一般的に言うネガティブな感情ね、怒りとか、ね、悲しさとか、ね、無気力とかね、やりたくないっていう、そういうこと、そういう感情を大事にしてあげるということ、無視しないということ、抑圧しない、そんなこと言わないでとか、大したことないっていうふうに抑え込まないということ、表現させてあげる、ね、悲しいんだね、悔しいんだね。 これががその7に繋っていきます子供の感情を外在化するということです。外に出してあげるんです。評価しない。そんな感情、そんなふうに感じてはいけません。じゃない。評価しない。ジャッジしない。赤ペンを持たないということです。赤ペンを持って罰をつけないということです。<laughs> こういう気持ちなんだねってありのままを言葉にしてあげる。外に出してあげるということですで。外に出してあげることでこういうふうに認めてあげるんです。そういうふうに,きかそういうふうに感じてもいいよって。そういう気持ちになっていいよって。 それが認めるっていう行為が外在化する。つまり、共感する。気持ちを汲み取るっていう行為が外在化。つまり、子供の気持ちを認めるってことなんですよ。そう。だから、外に出してあげる。共感してあげるってことです。一言で言えばね。こんな気持ちなんだね。悲しいんだね。悔しいんだね。やりたくないんだね。ってうん。まずそこです。気持ちにはイエスです。ね。気持ちにはイエスね。はい。そして、Q。 答えではなくヒントを与える。ねこれすごく大事なことね。えー、例えば、なんだろうな。えー、時間通りに帰ってきなさい。とかね。えー、時間に遅れそうだったら LINE しなさい。これはね、もう具体的に答え言ってるわけじゃないですか。何をしなさいっても指示してるわけでしょ。そういうふうに指示するのではなくて、えー、っと、ヒントを与える。これすごく大事なんですよ。 なぞなぞの時謎なぞなぞを出す時のような感じ。わかりますえー、なぞなぞ出すだけじゃないですか。えー、パンはパンでも、えー、と、と、えー、なんだろうな、えー、空を飛ぶパンはなんだみたいな感じ。めっちゃ簡単やな。わかんねいけど。それがね、子供にその、なぞなぞして、ね、えー、なんだろうってわからない時に、ヒントを与えるわけでしょ そのヒントが分かりやすかったらもう思わないでしょすぐ答え分かって終わりになってしまうわけでしょでも難しすぎてもなかなか出てこない。だからそのギリギリのラインを攻めていく。これなんですね。答えではなくヒントを与える。こういうことなんですよ。ね、例えばそのパンはパンでも、えー、飛べないパンは何だよな飛べないパンは何だ,ななはなんだフライパンでしょ答えは。うん。で、まあそれヒントで言うと、えー、っと、カッチが朝あんまり食べてないやつ。 あ違う何だろうなおかっちが週に1回使ってるやつかなとか言ってみるとかね最初はねおかっちのこと知ってる人やったらなんかちょっとこう分かるかもしれないとかそっからちょっとずつヒントを出していくんですね、えー、例えば何だろうなうーんおかっちが、えー、オムライスを作るときに作るやつ使うやつあフライパンみたいな感じねちょっとずつヒントを与えるどうでしょうかいきなり答えを教えてませんかいきなり指示してませんか 何々したらどうって提案してませんか何々しなさいっていきなり命令してませんか指示したり命令したりすると自分で考える機会がなくなりますそう、非日能力。非日能力一つの土台は問題を解決する力その中に、ね、思考力っていうのがあります自分で考えて考えて答えを導き出す力、ね、納得できる答えを導き出す力これが思考力ですねそれを高めるためには考える機会を与えることが大事です 答えを知るんじゃなくて、ヒントを与える。疑問系で、どんどんどん問いかけをしていく、ね。5段階のフィードバックっていうことをね、一つ推奨してるんですけど、えー、いきなり、いきなりね、命令するんじゃなくて、まずは事実のフィードバックね。例えば、子供の帰る時間が遅いと、ね。帰宅時間が遅いことに子供に注意を促す。そのようなシチュエーションね。帰って、早く帰ってこないと危ないじゃないですか。ね、そういう意味で、早く帰ってほしい。 っていう意味でね、いきなり早く帰ってきなさいとか、遅くなるときは電話しなさいって命令するんじゃなくて、第1段階は事実のフィードバックです。約束の時間より30分遅かったよ。これ事実じゃないですか。事実。そして、どう思うって聞くんですね。そう。命令じゃないじゃないですか。電話しなさいじゃない。どう思うって聞く。で、子供に考えさせる機会を作る。で、第2段階は主観のフィードバック。約束の時間より30分遅かったよ。 遊ぶ場所が家から遠かったんじゃないかなどうかな聞くんですね。はい。次第3段階、評価のフィードバック。約束の時間より家に帰るのが30分遅かったよ。遊ぶ場所がちょっと遠かったんじゃないかなダメな子だね。どう思うこれは評価でしょダメって評価してるね。で、第4段階が提案です。約束の時間より30分遅かったよ。遊ぶ場所がと遅かった遠かったんじゃないかなダメな子だね。 時間が遅くなりそうだったら電話をするかもっと近い場所で遊ぶのはどうだろうこれ提案してますよねで第5段階は命令のフィードバック約束の時間より30分遅かったよ遊ぶ場所が遠かったんじゃないかなダメな子だね時間が遅くなりそうだったら電話をしなさい命令になってるよねそうこれを一つ一つ段階を上げて子供と対話をしていく これがね、えー、考える力を高める対話力なんですね。はい。でこれ全ての時にこれはできへんよ。だから、親の時間、そして心のゆとりを作ることがすごく大事なんですね。そうしないといきなり指示したり命令したりするから。そういうことですね。子供の考える力を高めること大事だよね。大事だよね。ってなった時に、いきなり答えでもなくヒントを与えるっていうのはいかがでしょうかっていう話です。21分の10。 子どうでしょうかねえ、子供にいろんなことを体験させる、OK です。行動させる、OK です、ね。体験から学ぶ、そして行動から学ぶ、その通りです。で、その後、学んだこと、得たこと、気づいたことを振り返りしてますかどうでしょうかこれすごく大事だよね。うん、もちろんね、すべてがすべて振り返りしなくてもいいよ。どうだったって聞くだけでもいいです。 ね、この振り返りをすることでその体験の中でどう感じたのか何を得たのかそしてどんな失敗をしてその失敗から何を学んだのかっていうことを共有できるんですねで共有できたから同じ失敗を二度と繰り返さないようにできるし、ねえー、楽しかったことをさらに楽しむためにこんなことをやろうっていう新しい発想も湧いてくるそういうことなんですよさらに行動を促していくためには振り返りをして きっちりと、そこで学んだことを整理してあげること。整理することがすごく大事なんですね。でうちの教室は GBH って Good Better h o w っていうことをやってて、もうシンプルに、やり終わった後に、バスケットの練習した後とかね、何が良かったこれ Good ですね。G。で、どんなところが、を改善したらいい ?B ですね。もっと改善したらいいとこ。そして h o w 良いところをどう伸ばす悪いところをどう直すそれを聞くっていうこと。 これをやってます。で、ノートに書いてもらって、まずは子供にノートに書いてもらって、その後に面談をするってことをやってます。G, B, H。何が良くて、何が悪くて、良いところをどう伸ばし、悪いところをどう改善するか。そして次の練習では、その How のところをしっかり見,て見た上で、新たな目標を設定するんですね。あ、前回は、なんだろう左の、左のシュートの過本数が少なかったから、左のシュートを練習した方がいいって書いてるわ、とかね。えー、あ、試合中ちょっとバテたから、練習前に50メートル2本走った方がいいって書いてるわ、って。それを見て、えー、今日の 目標を考える練習前に 50m2 50本走る。だったり、えー、試合の時に左のシュートを、ね、いつもより5本多く打つって書くで。書いてるから、自分が決めたから練習でそれを使えるんですよ。50m 走るんですよで。試合で左のシュートを打つんですよ。そういうこと。なんとなく練習してても、なんとなくしか上手くならないもちろん楽しいっていう経験ないですよ。 子供にとってはスポーツを楽しむっていう経験以上に大事なことはない。スポーツ教育において、おかちはそれをもう何度も何度も唱えています。大事なんですよ。大事なんだけれども、それに一歩、一歩ね、えー、付け加えるとするとすればね、その体験でどんなことを学んだのかっていうのを聞いてあげるってこと。すごく大事だよね。で、おかちは GBH。この GBH っていうのをね、えー、おかちの YouTube のあります。どこかに、ね。チャンネル登録してね、えー、動画リスト見てください。GBH で振り返るための方法ってがっつり書いてます。はい。 半分終終わわっったななていかもうついで半分ですね。21個中10個が終わったから次は11個ですね。ボケる。どうでしょうかボケてますそして子供のボケに突っ込んでますはい。自分のボケに突っ込むのもいいよ。 これ、ボケとツッコミってね、ものすごく、あの、関係を豊かにすると思うんですね。どうですか僕、大阪生まれなんで、特にそう思うかもしれないですけど、やっぱりね、えー、ボケ、ボケるっていうことはね、すごく安心感がないとボケれないわけじゃないですか。ね。だって自分のダメなところを見せるわけでしょ簡単に言ったら。ダメというか、バカなことを言うわけでしょアホなことをやるわけでしょあ、言う,うわけでしょ言うわけでしょそれを出せるってことは、私はあなたのことを信じてますよってサインなんですね。 サインなんですよだから、かっちはボケまくってます。ボケまくってもさ、ホワイトボードに書くときもねあ、ホワイトボード、あ、あ、ちょっと書くなーって言って、ホワイトボードのペンを取って、ペンを取って、えー、ホワイトボードのペンを取って、ペンの蓋を抜かずにね、蓋を抜かずにあの書くんですよ。ホワイトボードにね。えー、今日の授業は、あ,あれ書けへん。なんでやなんでやふうふうふうっていうか、ふうとかするんですよ。ふう,ふうってついてもあ、あのー、書けないんですよ。じゃあ、子供が突っ込んでく,るくれるんですよ。おかっちペンの蓋、ついてるよって。 ペンの蓋取ったら当てて。じゃあ、オカッチはね。あ、忘れてたごめんペンの蓋取ってないわーって言って、次はオカッチ自分の帽子を取るんですよ。で、書こうとするんですよ。いや、それ蓋じゃない帽子って。わかりますこれなんですよ。<laughs> しょうもないでしょしょうもないんですよ。こんなんでいいんですよ。こんなんでね。こんなんでいいんです。とにかくボケてますかどうですかいや、これは必須じゃないですよ。環境を良くするためにオカッチがやってることを今日はね、21個,個紹介してるんだけど、ボケまくってますよ、僕は。 うん、ボケまくっているし、ボケまくっているし、あとツッコミ。ボケんのが嫌って言ったらツッコミをします。ボケさせるんです。これ。ボケさせるんです。あ、ままるるくんが歩いてきた、歩いてきた、歩いてきたよ、歩いてきてそこからどこに行くのかって、帰るんかい。帰るんかい。今から授業始まるのに帰ったらあかんやんか。みたいな感じでね、<laughs> ボケさすんですよ。これ、あ、T シャツかわいいなーって、これあのプーさんのね、T シャツ着ててね。プーさんかわいいなー。これって、あの、ネズミかな。ネズミちゃうって。 突っ込んでくれるんですよ。あ、ネズミちゃうわな。ネズミちゃう。あ、そっか、じゃあ、ラクダやった。あ、ラクダちゃうって。あ、これ、ボケですね。ボケですね。<laughs> ボケですね。<laughs> ボケですね。まあ、こういうふうに、とにかく、あのー、ボケとツッコミをやる。うん、ツッコミっていうのが、ツッコミっていうのは、ボケさせるっていうのは結構ね、これ、高度な技なんでね。高度な技なんで、なかなかちょっと難しいかもしれないけど、最初に自分がボケた方がボケやすいですね、向こうも多分。ね。あ、そんなボケでええんだって。 なんかペ,ンペンの蓋、開いてない状態で書いて書けへんって言ってる、それぐらいでいいんだっていう、ハードルを下げるんですよ。ハードルを下げてあげるとボケやすいでしょ。なので、まず僕は自分からボケてるっていうのをやりますね。さっきの T シャツの下りであったりね。でもそれ、本当に悲しくなる子もいるんですよ。いや、これ、プーさんなのに、ネズミちゃうのにーって <laughs>、泣かれたことありますよ。1回。10年間やってて、1回だけ泣かれたことある。泣かれたことある。T シャツいじって。だから、それはちょっと考えてやで。考えてやで。こうやって初めての子にやってるから。あ こんにちは、僕ね、おかっちっていうね、あのな、お菓子じゃないで。うん、あの、絶対お菓子って言ったらあかんからな、絶対あかんでって言ったら、まあ、8人中3人ぐらいは、お菓子って言ってくれるんですよ。いや、お菓子って言ったらあかんって言ったやんって言って。 じゃあ、もっと言ってくるんですよ。おかしいって、おかしいでおかしちゃうてって言ったら、これ、ますます言ってくれるわけでしょそういうふうに、鉄板の、えー、鉄板のなんかこういう話の流れを作っておくっていうのはいいですね。名前っていうのはいいですよね。名前っていうのは、まあ、教育関係者で言うと名前。名前で、なんかこう、いじってもらえるような。おかしいあのアメリカ人の時は、あの、大好きなんですよ、僕。名前大好きなんで、ダイスっていうね、ダイスっていうふうに、あの、あだ名をつけて、ダイスってサイコロなんですよ。I'm Dice! って言って、サイコロを転がすんですね。 それでも覚えてもらうってワーンとか、ファイブとかね、最後の名とか言ったりするんですよ。それでね、子供の心を掴んでたんですけど、まあこれボケというか、まあちょっとしたこう遊びじゃないですか。そういうような、なんかちょっとこうふざけたようなことをするということ。まあボケるのは難しかったら、ふざけてみる。どうですかふざけてみませんか子供の前で。はい、えー、21分の12。 G3 を与える。ああ、これいきなり難しいこと言ったな。これ G3 メソッドっていうのがあって、ライフスキルコーチ認定講座で6ヶ月かけて学ぶ。すごいすごい。これで問題の9割ぐらい解決するようなテクニックなんですよ。 ね。それは子供との問題もそうだし、自分の中のカットもそうです。あらゆる問題を解決するときに使える技なんですよ。ものすごく難しいんですけどね。で、その G3 を与えるっていうこと、これはね、さっきのね、えー、答えではなくヒントを与えるっていうところにも大きく繋がるんだけど、えー、具体的な指示をするっていうのは G1 なんですね。あれしなさい、これしなさいっていうのは手段。これ G1 ですね、えー。さっきの例で言うと、ここのご、ここの、えー、ゴミを捨てなさい。 ここのティッシュペーパーのゴミこの鼻プシューってやったやつ、これ鼻プシューってやったやつ、こんなソフに置かない。これをもうゴミ箱に捨てなさい。これ G1 ですよね。G2 っていうのは、このリビングがえみんなが気持ちよくなったらいいよね。これ G2 でね。気持ちよいスペースになるを作る。このリビングが私もあなたも家族全員が居心地の良いスペースを作る。 これが G2 ですね。目的。で、G3 っていうのは、そうすることで、お互いがやりたいことに集中できる。お互いがリラックスできて、やりたいことに集中できる。そういうような家庭環境ができる。これ、大きなゴールでしょね大きなゴールでしょで、ここのゴミを捨てることで、捨てることで、えー、このリビングというスペースが、家族全員と、全員とってのリラックスできる居場所になり、お互いがやりたいことに集中できる。そういうような、えー、時間を作れる。 お互いがやりたいことに集中できる、そういう場所を作るためには、えー、居心地のいいリビングを作ることが大事であり、そのためにここのゴミを捨てる。これが G3 メソッドなんですよ。G1, G2, G3. 目的と上位の目的をしっかり、しっかり意識して伝える。これがご5個目に言ったやつでよね。何のためにを伝える。これ5個目に言ったやつね。で、あのここの G3 を与えるっていうのは、まさにさっき,さっきにもちらっと言ったんだけど、G1 を言ったら G1 しかしないんですよ。 でも G2 を言うたら G2 に繋がることを自分で考えられるんですね。さっきの話で言うと、ね、えー、ここのゴミを片付けたた、片付けてって言ったらゴミを片付けて終わりなんですよ。だけど、私もあなたも居心地がいい場所にしようね。どうしたらいいかなって言ったら、 考えるわけじゃないですか。あ、居心地がいい場所だったら、じゃあ、えっと、7時までに、みんなが、お父さんが帰ってくるまでにおもちゃを片付けるとかね。本棚とか出した本を元のあった場所に戻すとかね。えっと、なんだろうな、リコーダーの練習は、えー、近所の迷惑になるし、みんなの迷惑になるから、6時までにするとかね。具体的なことを自分で考えてくれるわけでしょ。それは G2 を与えたからなんですよ。G1 を与えたら、自分、G1 しかしない。 G2 を与えたら、目的を言うたら、目的に必要なことを自分で考える。もっと言えば G3、ね。私たちがやりたいことに集中できる。そういうような時間を作るために、どんなことが大事かなって言ったら、G2 を考える隙間もできるし、それぞれの G2A、G2B、G2C に対して、それぞれの G1 を考えることができる。考える余地ができるよね。 なののでで G3 を与えるっていうのはすす。ごく効果的ですもちろん年齢にもよるよ自分で G3 を考えるの難しいからまずは目的だけ伝えてそのためにどうしたらいいかなでもいいよね、うん、みんなが居心地がいい場所にするにはどん何が大事かなって聞いてあげるとかね子供と対話しながらねもしかしたらこういうことはどうって提案するのもいいよねはい次行きましょうか21分の13プロセスを観察するまあこれは鉄則ですよね、えー、子供の結果 か目に見えるパフォーマンスだけではなくて結果を出すまでの準備とか過程とかプロセスそういうところをしっかりと観察してあげて、えー、そのプロセスをする前子どものビフォーと今の現在の時点と比べてどれだけ進化したのか成長したのかっていうのをしっかり言葉で伝えてあげるってことね誰かと比べてではなくて過去の子どもと比べてあげるそれは比べるためにはプロセスを見ていないと伝えられないですね どんだけ成長したのかっていうのは昔の子供がどうでそれにためにどういう取り組みをしたっていうことが分かっていないと伝えることができないんですなので、えー、目に見える分かりやすい結果結果っていうのは常に観察してなくても答案用紙見たら分かるんですよ90点やったら90点100点やったら100点観察しなくても褒めることができるだけど、えーえー、とその非認知能力を高める関わりっていうのはしっかりプロセスを向き合わないとプロセスを観察しないと伝えられないですね、はい、なのでしっかりプロセスを観察する シュート入ったじゃなくて、シュート入ったね朝いつも10本練習してるからちゃう早くきでシュート練習してるからちゃうかな成果が出てよかったねって言われるとあ、もっと練習してみようってなるわけじゃないですか。プロセスを結果、結果が出たときにプロセスと合わせてしっかりと伝えていく。そのためには どういうふうに進化をしたのか。目に見えることじゃなくて、目に見えない心の変化、ね。子供は緊張してる。不安、不安である。不安がある。でも、頑張って取り組んでる。辛いなと思ってるけども、朝起きて漢字,かや漢字をやってる。そういう心の変化とか心境とかをしっかり読み取りつつ、えーねえー、どういうふうに頑張っているのかっていうのを伝えてあげる。ね、今日も6時半に起きれたねって。漢字何個できたねって。伝えてあげる。プロセスを承認してあげるということです。 はい、次行きましょうか。次は、気持ちには Yes、要求にはの21分の14ですね。まあ、これはさっきちょっと言ったところにもつながるんだけど、えー、とにかくやりたくないを尊重するとかね、子どもの感情を外在する、評価しないということにも大きくつながるということで、とにかく気持ちにはイエスなんですよ。ありのまま感じていいよってことです。感じてはいい,い,いんだけど、その表現方法に関しては脳の時があってもいいってことですよ。 感じて怒りを感じてる分かった。でもその怒りを感じてる方からといって、お店のものを投げたらいいわけじゃないじゃないですか、ね。その行動に対してはノーだけど、その気持ち、おもちゃが欲しいっていう気持ちに対してはイエスだよ。っていうことなんですよ。しっかり行動と、ね、気持ち、要求と気持ちを線を引く。これすごく大事なんですね。すごく大事。気持ちっていうのは人格そのものです。だから子どもの人格と行動を切り離すっていうのはまさにそこで、そこで気持ちにもイエスなんですよ。ありのまま感じていいよ。そう感じていいんですよ。 共感する。汲み取る。そして、外に出すということ。しつつしつつね。その上で、要求には答えられないことがあってもいいよと。これ、毎回出てくるよね、おかっちのこの YouTube のシーズンね。もう耳にタコができたんちゃう皆さん。大事だから何度も言ってるね。そう。あの、その、要求には答えなくてもいいから。ただ、気持ちにはイエスはしましょうって話です。気持ちには。ね。悲しいっていう気持ち。腹が立つという気持ち。ね。ママ、全然話を聞いてくれないって苛立ってる気持ち。そういう気持ちにはイエス。 ただ話を聞くかどうか、おもちゃを買うかどうか、その要求には脳の時があってもいいよ。って、ちゃんと伝えるんですよ。おもちゃ買ってほしいんだね。って、ママに絵本読んでほしいんだね。って、その気持ちわかるよって。ただ私、今この,この仕事があるから。とかね、おもちゃやったら昨日も買ったから、ねえー。今日は買えないという約束できたよね。って、覚えてるよねって。次おもちゃは次のクリスマスプレゼントに買ってあげる。そこまで待ってもらえると嬉しいな。っていう伝えるとか。絵本もね、えー、さっき読んだからね、えー明日の。明日の何時だったら読むことできるよ。それでいいかな。っていううに伝えるとかね。 そう気持ちにはイエス要求にはのだけど次の提案をしてあげるっていうのも優しいかもしれないね今はできないけど〇〇だったらいいよっていうそうするとちょっと受け入れやすいやつですよね非認知能力をを育ててる親の関わり方ル、はい、ルールを話し合って決めるうーんやっぱりルールがなかったらねあの一つの軸がなかったらぐちゃぐちゃになっちゃうよね えー、何でもいいよとか、やりたいようにやっていいよとか、ありのままでいいよって、もちろんそうなんですよ。そうなんだけれどもここ、ここからここを越えてはダメっていう、ちゃんとラインを引いてあげること、すごく大事なんですね。そうしないと、親自身もね、大人自身も苦しくなってくるよね。すべての要求に応えないといけないのか、どんな時にも絵本を読まないといけないのかとかね、どこからどこまで口を出さない、そのラインをつけないと、ね、混乱するんですよ、子育てでね。 そうなんです。そういう意味でしっかりとルールを話し合って決める勉強は何い,ないつにするとかね子供に任せるんだったら任せるでいいし任せないんだったらいつまでにする晩ご飯までにするとかねえテレビは1日何時間とかね、えー、公園で遊ぶ時にもここは遊んでいいけどここからここは危○○丸々だからダメだよっていうしっかり理由を伝えてね、えー、それを話し合って決める。 もしくは本当に危ないケースだったら一方的に伝えることがあってもいいんじゃないかと思います。ただ落ち、あのー、冷静な時にはね、なんでそのルールが必要なのかと、なんでこ,のこ,のこれがね、えー、大事だと思っているのかっていうのを、まずちょっと自分が納得できる、自分と子供が納得できるように、その理由を伝えるってことが大事。で、最終子供が納得できなかったとしても、それが本当に大事なことだったら、これはルールだからって押し通しても OK です。最終ね。最終ですよ。でもそれまでに、 だってそのルールっていうのは何が正しい、何が間違っているかないんですよ。ね、別に晩ご飯のまでに勉強しなあかんってこともないし、翌日にね、勉強した方がいいっていう子もいるわけじゃないですか。でもそれが自分の中では晩ご飯までに勉強した方がいいっていうルールーあの理由があって、その理由が納得子供ができなくて、でも自分にはそれが大事だと思うんだったら、それをルールにしてもいいです。覚悟なんですよ、ルールっていうのはね。あの、しつけと一緒です。こういうことを子供に教えるとしつけと一緒。 覚悟なんです、性格はない、え、性格っていうか、正解はないんです。これが正しいというのはないんですよ。覚悟なんですよ。生き方なんですよ。あなたにとって大事なこと、その生き方なんですよ。これ譲れないってことなんであれば、譲れないって。それを子供が何とて言っても、これは譲らない。うん。っていうことをちゃんとはっきりする。その代わり、そのルールを自分も守ることも大事よね。そうだよね。子供だけに守らせるんじゃなくて、自分を守ることも大事よね。もちろん、えー、それを守らないんであれば、なんで守らないのかっていうのは、子供にも説明することが必要だよね。 はいそういうことですね、そういうこと。ルールを話し合って決める、スマホの使う時間、ゲームの使う時間、ね、家に何時に帰ってくるとかね、それを明確にする、どっかに行っても、ここからここが OK、ここからここがダメっていうのを、ちゃんと事前に決めておくっていうと、決めておくと後で、あので、ー、めずに済むんじゃないかなと思います。はい、でルールの範囲の中やったら、自由にやっていいよってことなんでやっぱルその、ルールがあるから、その範囲を決められるから、子供を発想できるんですね。この範囲内で何ができるかなって。 何でもいいよって言われたら逆に考えられなくなるんですよ。逆に制限された方が今あるこの材料でどう組み立てるかっていうふうに考えられるようになるんですよね。そういうことなんですね。はい。次行きましょうか。21分の16。 不快なものを取り除くっていうことですね。やっぱこう不快なものがあると集中できないんですよそう。勉強にしろ、遊びにしろ、何をするにしても快適でなかったら、ね、今やりたいことではなくて、今のこの不快を取り除くってことにエネルギーが注がれるということだから、できる限り家庭なか、家庭環境をね、快適に、えー、作っていくってことがすごく大事なんじゃないかなと思います。これはエアコンの温度にしろ、えーと、なんだろうな、えー、晩ご飯の準備にしろ、部屋の整理整頓にしろ、子供にとって、 子供とだけじゃなくて、ね、自分も含めてね、えー、快適な環境を作るっていうことを一緒にやっていくことはすごく大事ですね。もう簡単に言うけど勝ち、それが難しいんやってるのは分かりますよ。で、その時にやっぱ物が多すぎるとね、やっぱり物が多いというのはその分エネルギーなんですよ。もちろんその物を使っていろんなね、楽しい体験はできるけど、大きな物が増えていくとね、やっぱりねあの、そこにエネルギーが奪われるんですよ。 探し物とかもそうだし、なんかねじ1個なくなったとかね、もうなんやらかんやらね、その物一つで、きょうだが喧嘩したりとかね、なんかいろんなエネルギーが奪われていくんですね、物っていうのは。そういうことなんですよ。で,でも物がダメって言ってるわけじゃない。大事なことは、本当に必要なものを、えー、家に置きましょうってことです。で、必要じゃないものをどん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 取り除いていこうってこと。そういうことです。自分の幸せに直結するものを置いて,いて,おいおいて、自分の幸せを遠ざけるものを切り離していくということ。そう。 極限まで削り取っていくことで、えー、楽になります。心が軽くなります。そして快適になります。 それを子供と相談しながらね、何かおもちゃが子供欲しいって言ったら、子供欲しいって子供が言ってきたらね、じゃあ今あるおもちゃ、何か一つ捨ててから買おうねっていうふうにね、決められているご家庭もありました。もちろんそれがいいかどうか置いといてね、そういうふうにされている方もいましたということですね。とにかくあの快適に保つということ。その快適っていうのは子供にとってっていうことも大事ですね。親にとってもそうですし、子供にとっても。どう,どう子供どういう環境が集中できるって一緒に部屋を大掃除してね、この後にどう この,この環境をどう自分過ごしてみてどうって言ってきれいな状態をそうあの体,体験してもらうとかねそういうことを含めてとにかく快適な環境って何なんだろうって部屋の温度湿度そして、えー、整理整頓そして物の量そういうことを含めて、えー、家庭環境をね快適にしていくそのために不快なものを取り除いていく不必要なものを増やさないってことですはい21分の17 存在していることを褒める。まあ、これまでね、散々ね、存在承認の話をしてきましたけど、承認するってことでは3つの承認がありますよね。まずは、えー、結果の承認、持っているものに対する承認ですね。ハビングですね。持っているものに対する承認。えー、テストの点数良かったなとか、合格できたね、すごいね、選抜選ばれたんや、かっこええな、ね。目に見えている結果、持っている能力に対する承認。そして、2つ目が、 プロセスの承認ですね。これは Doing。子供の行動ですね。行動に対して、あ、今日も早く起きれたねってお。漢字前よりも上手に書けるようになったやんって。前と比べた変化であったり、進化、成長。そして今やっている行動に対して承認していく。これ Doing ですね。そして3つ目は、行動しなくても、結果を出さなくても、存在していることそのものを承認していくということ。ね、さっき言った名前を読んで挨拶をするっていうのもそうだし、子供と話したことを覚えているっていうのもそうだよね。あなたのこと承認してますよってサインだよね。他には何かあります ね、子供をぎゅっとハグして充電中、充電中ってこれよく言うんだけど、ねえー、ママ、今日も頑張れそうよって、ねえー、まさにパワースポットあなたが私のパワースポットなんだよって言葉で伝えていくってこと。 スキンシップ、言葉以外のメッセージをね、ハグとか、スキンシップしながらね、そういうことを伝えていくってことは、すごく大事なことなんじゃないかなと思います。ここがね、やっぱ自己肯定感の,あの作る土台になっていきます。そういう存在承認、まあもちろんドゥイングも大事だし、ハビングも全部大事なんだけど、大事なんだけど、このバランスが偏って、ハビングだけになってしまうとねいや、僕はテストの点数悪かったら認めてもらえないんだっていう風になっちゃうわけでしょってなってしまうと、自分そのものに対する価値を疑うようになるんですね。 誰かの役に立てた時だけ、誰かの期待に応えた時だけ認められるっていうね、そういうマインドになってしまうので、なので、存在承認を増やしていきましょうっていうことです。21分の18、ちょっとお口が疲れてきたけど、頑張りましょうか。子供が話したいことを聞く。ねえ。いや、聞きたいこといっぱいありますよ。学校どうだったんだろうとか。 友達とうまくやってるのかなとか、テストどうかなとか、学力どうかな、スイミングとかね、ねちゃんとこう上達してるのかなって、見に来んなって言うけれども、ね、気になるんですよ。分かっておきたいんですよ。分かっていると、何かあった時にすぐ対応できるでしょ。なので、子供のことは知っておきたい。できる限り知っておきたいし、悩んでること、苦しいことがあるんだったら、えー、相談をしてほしいっていうことあるわけじゃないですか。ね、だから、あれどうなったこれどうなった宿題はとかね。友達とのまるくまる君とどうなんて、 親が聞きたいことを聞く。それがね、会話の中心になってしまいがちなんですよね。ガチなんですよね。すべてがすべてそうとは言わないんですけど、そう、そう、もちろんそれはいいんですよ。いいんですよ。知りたいから聞く。いいんですよ。だけど、子供は、ね、自分が話したいことを話したいんですよ。そうですよね。自分が今興味を持っていることを、ね、面白いと思っていること、聞いてほしいことを聞いてほしい。そうですよね。聞いてほしいことを話したい。そうですよね。僕たち、私たちもそうじゃないですか。 ね、これを言ったら怒られるんじゃないかと思うことって話したくないわけでしょだってそうやって親が聞きたいことを言って、あ勉強やってないって言ったら、もう勉強やりなさいって言われるわけでしょ <laughs> それだったら、ね、そんなことを話したくないんですよ。怒られるかもしれないことを聞かれたくもないし、話したくもないんですよ。それよりも、自分が今興味を持っていること、楽しいなと思っていること、ね、嬉しいなと思っていること、共有したいなと思っていること、シェアしたいなと思っていることを話したいんですよ。だから、それを聞く。 そうすることで親子の関係が作られていきます。楽しいなって、親と話すのが楽しいなっていう経験、それを積み重ねることで親子の間に安心感ができてきて、苦しいことがあっても悩んでることがあっても親に相談しようっていう、そういう信頼関係ができてくるってことでしょ。なので、なので、基本的に子供が話したいことを聞く。その上でね、自分が聞きたいことも聞く。ね、バランスですよね。 バランス、そのバランスをどうするかっていうのはもちろん今の親子関係の状態であったり今の子供のね、えー、気質的なところも含めてねどうそこはどうするのかっていうのはあの要相談ですよねただ今のバランスが例えば聞きたいことを聞くのが90%とかね80%だっ,ったらちょっと多いんじゃないですかっていうことですよねいかがでしょうかはいえー避能力を育てる親の関わり方21分の2、えー、19 段階的にフィードバックする。あ、これさっきやっちゃったな。<laughs> すいません。5段階のフィードバックってやつ、さっきやりましたよね、えー。帰宅時間が遅いことに注意を促す。これやったので、いきなり指示したり命令したりしない。ねえー、もっとこういうふうにシュート打った方がいいよとか、えー、漢字のこの枠はみ出てるから枠はみ出ないように書きなさいとか、ここの計算間違ってるよって、いきなり指摘をして、どうするかって行動を伝えないってこと。そうじゃなくて、今どうなってるか事実を伝える。ね、シュート外したね いきなり外したねって言ったら何言うねんみたいな思うけど、<laughs> 思うけど、まあ、そこの言い方を考えながらね、言い方を考えながら、事実をフィードバックして、ちょっとずつ、えー、こうしなさいっていう指示をする前に、3つか4つ段階を踏んでください。これ分かりやすいですね。何か子供に指示する前に問いかけをする。3つか4つ問いかけをするっていうのはどうですか 何々してみるのはどうっていうのは、これも、どっちかっていうと指示ですよね。提案ですよね。提案とか指示する前に、二つか三つ、子供に問いかけをした後に、それでもなかなか出てこなかったら、あ、じゃあ、えっと、左のシュートを打ってみるのはどうとか、じゃあ、えー、靴紐をこうやって結ぶのはどうってね。提案してみる、指示してみるというのはどうかなって思います。いきなり指示とか、提案とか命令をするのではなく、その前に、三つぐらい段階を踏む。そして、えー、質問。 指示語ではなく疑問語で、えー、を使うことを意識するというのはいかがでしょうかはい21分の20非を認めて謝るどうですか自分が悪いなと思ったらそれを具体的に認めて謝ってますママが悪いんだよねごめんねごめんねじゃなくて何が悪かったのかどういうところがいけなかったのかっていうことをしっかり言葉にして伝えることできてますねっ これすごく大事なんですよ。信頼関係を築くためにね。で子供も、子供にもそれを教えたいわけでしょ。自分が悪いなと思ったら、自分の非を認めて謝る。これ、ね、やっぱ社会で生きていくためにはすごく大事なことですよね。ありがとうを伝えるってことと同時にね。子供に教えたいんであれば、親がそれをしっかりと見本を示すということが僕は大事だと思います。パートナーとの関係性はどうですか悪いなと思ったら、パートナーに謝ってますかどうでしょうかありがとうと思ったら、その感謝の気持ちを具体的に伝えていますか ね、ありがとうを言うことも、謝ることも、すごく大事なライフスキル、生きる力だと思います。それを教えるために、えパートナーとの関係性、自分の親との関係性え、中で、子供との関係性の中でね、実践して見本を見せてあげるってこと、大事だと思います。非を認めて謝る。ね、お価値もよう謝ってる。ね、えー、さっき〇〇んが、るくんが、〇〇くんが えと授業中に遊んでるっておかっち注意してしまったんだけど今話を聞いてたらまるくんが遊んでるんじゃなくて三角三角くんが授業で遊んでてうるさかったからちょっと静かにしてって三角三角くんに言ったんだよねその,その姿を見ておかっちそのこと知らなかったあなたが、ね、授業中話してると思ってしまったのね、えー、誤解してごめんね っていうふうにまあね、うま,うまく伝えてたか分からんけど、こういうふうにうまく伝えなくてもいいです。自分の思い、何が悪かったのかっていうのをちゃんと明確にして、その部分はごめんねって伝える。いかがでしょうか。非を認めて謝る。そう、だから間違ってもいいんですよ。謝れば。完璧にしな,しないといけないんじゃないですよ。間違ってもいい。間違った時に、具体的にそこを謝ったらいいです。なんぼでも取り返しが効きます。 はい、非認知能力を育てる親の関わり方21分の21自然体で生きるああ、そうなんですよ非認知能力を高めるためにはやっぱりね言葉で伝えるよりも行動で示すことが大事であり行動で示す以上に生き方を見せることこれがね、やっぱりね一番大事なんですよ で子供っていうのはやっぱりね、親の言葉を見てね、日本語を覚えたり、親の箸の持ち方を見て、こうやって持つんだなって学んないね。親を見て学んでいくんですね。それは箸の持ち方もそうだし、日本語の話し方もそうだし、ありがとうっていうことであったり、靴を揃えるっていうことであったりね、もうそもそも人とどう関わるのかっていうことであったり、ね、どういうふうにやりたいことを見つけて、やりたいことに対してどう取り組んでいくのか、失敗に対してどういうふうに捉えているのか、そういうことはね、親の生き方を見て、 学んんででいくんですよなので生き方を作るプロジェクトってやってるんですよ、ねあのー、これまで子どもとの関わりを中心に発信してきました子どもの自己肯定感を高めるためにはこんな声かけをしようねってやる気を高めるためにはこういう環境を作ろうねって子どもへの働きかけを中心に発信してきました。 そしてやり抜くこと投げ出すこの習慣っていうのがまさにその本ですその本を見たらね具体的にどういうふうに声をかけたらいいのかどういう環境を作れば子どもの自信が高まり自分がやると決めたことを最後までやり抜けるそんな子に育つのかそれをがっつり書いたのがやり抜くこと投げ出すこの習慣概要欄にありますそれがものすごく大事なんですでもねプラス言ってることと自分がそのように生きていることそれを一致させることすごく大事なんですねそう そう自分の中ではこういうふうに生きる自分が納得するような生き方を作るどういうふうに働くのかどういうふうにパートナーと付き合うのかどういうふうな関係性を家族と作っていきたいのかそういうことを言語化します言語化するってことです聞きますよあなたは子供とどんな関係でいたいですかどんな家族を作りたいですかパートナーとの関係性において10年後どうなっていたいですか あなたは自分の人生をどのように生きていきたいですかはい。これを一言化するんですよ。ぎゅっと一言化して、それを物語で語る。何度も何度も語る。そして何度も何度も語りますそれが映像化する。頭の中で鮮明に描かれているから、そっちの方に向かって進むんだっていうエネルギーがね、えー、働くんですよ。だから、頑張らなくても前に進めるようになるんですよ。映画化するとね。 頭の中でそうなりたいって、もうそれが潜在意識に刷り込まれてるから、そっちの方に向かって、もう体、体全部が動き出すんですよ。下り坂を下ってるようなもんです。それは映画化されたらそうなんですよ。映像化されるとね。そう。なので、自分がどういう風に生きていきたいのか。その生き方が非認知能力を育てるんだということ。その生き方。自分が心から納得できる。しっくりくる。自然体で生きられるようなライフスタイル。生き方を作っていくということ。 これがすごく大事だと思います。それをどうやって作っていくのかっていうのは、えー、今後、これ、この YouTube でね、配信していきたいと思います。もうすでにね、いくつか配信してますので、えー、チャンネル登録をしながらね、えー、見てください。見てくださいね。はい、ということで、ということでね、えー、まとめましょうか。今日は、子供の非認知能力を育てる親の関わり方を21個紹介させていただきました。 えっと、認知能力というのは、学力でもなく、IQ でもなく、テストで測れない、見えない生きる力ですよね。うん、自己肯定感とか。 コミュニケーション能力とか、やり抜く力とか、失敗したときに立ち上がる力とか、目標達成力とか、行動力、実践力、まあ、あらゆる目に見えない力がもうここに含まれているということで,で、やっぱりね、非認知能力を高めることで、学力も上がったり、年収も上がったり、幸福度も上がったり、自分がやりたいことを実現できるようになってくると、自分らしく生きられるようになってくる人、それが一つの軸になって、自分軸を持って、自分らしくたくましく生き抜いていけるというふうに僕は考えています。 なので、なので、子供の日にち能力を高めることが大事だよね、という中でね、今回は僕が実際のクラスで子供たちにやってること、意識して実践していることを厳選して21個紹介させていただきました、ということでね、全部が全部こうやらなあかんってことではなくてね、なんかこう真似できるポイントがあれば嬉しいです。で、こんなことやってみてどうだったかっていうのがあればね、またお気軽にコメントしてください、ということです。この番組では、親も子も楽になる、ゆるめる子育てをテーマに、子育ての イライラや自分責めを緩めるコツや。 子供を自立させる関わり方を紹介しています。明日も聞いてもいいかなと思っていただいた方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。えー、これまではね、えー、親のイライラをどうコントロールするのかであったり、自分の親との関係性をどのように改善していくのかであったり、えー、自分の中にある生きづらさ、人の目が気になるとか、ね、自信がないとか、そういう生きづらさをどうやって緩めるのかっていう具体的な方法をね、えー、今回のように1時間ぐらいの長尺動画でね、配信してます。顔出しなしでね、えー、で、あの、なんだろう、あの 動画を見なくてもラジオでね聞けますなので作業系 BGM という形でねあのー、この「緩める子育てトーク」っていう再生リストをもうお気に入りか何かに登録していただいてお時間ある時にこれを聞きながらねちょっと生活のお供にしていただけたらめちゃくちゃ嬉しいですよ。 はい。で、えーこの、この放送の中でも紹介してましたけど、やり抜くこと投げ出すこの習慣っていう書籍もあります。その本の中ではね、具体的な関わり方を紹介してます。それで2023年7月に出版した、緩める子育ての中では、自分の中の、自分の中にあるこうあるべきっていう、それを緩めながらね、子供のどうやってのびのび育てるのかっていう、その具体的な関わり方も紹介します。えっ、ー、と、どちらかというと、 やり抜く子の育て方の方は足し算の子育てであり、えー、緩める子育ては引き算の子育てです。どちらも大事なんですよ。自分の中でこうしなければいけないっていう、そのすでにいっぱいいろいろと考えてしまったら、それを緩めることも大事だよね。だってイライラっていうのは、自分の中のすべきがすべきがイライラを発動させてるんですよ。勉強させなければいけない。ね、行儀よくさせなければいけない。ちゃんとした子に育てなければいけない。そういうすべき、そういう何々しなければいけないが、えー、イライラを発動させてる。それを緩めることができたら、イライラはなくなるんです。 はい、そういうことを YouTube でも発信してるし、えー、先ほどそういうね、そういうの緩める方法っていうのをね、26本の動画で公式 LINE で紹介してるから、とにかくみんな、公式 LINE に登録してください。概要欄に全部の情報あります。はい、ということで、ということで、今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star。自ら輝けば、世界はワンダフルに輝く。素敵な一日をお過ごしください。バイバーイ。今日も頑張ったよ。